田塾イングリッシュ CEO の伊関です。高田塾イングリッシュディレクターの森田です。この動画があったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さてさて、今回も前回に引き続き東大 AI 博士のカリスさんに来ていただいております。チェンジオブシェフ、いやカリスだ。今回はカリスさんが英語をペラペラ喋れるようになった鍵となった勉強法についてお伺いしていこうかなと思っております。それが独り言なんですよね。そうですね、話す練習って人と話さないとっていう凶悪観念みたいなのを抱いてる人がすごい多いんですけど、そうではなくて、むしろ独り言でどんどん練習すべきだと思うんですね。自分が言いたいものを言えるようにするには、そのための単語だったりその表現だったりをどんどんまあ身につけて、それが当たり前のものとして自分の体にまあその植え付ける必要があるので、だから独り言でそれをまずその単語だったり表現をまあその得る必要があるという感じですね。じゃあ英語をマスターする時も覚えた表現とかをどんどん自宅で独り言コメントついてたって感じなんですか？そうですね。だから自分がその普段もその考えていること独り言でどんどんまあ言ってみて、そこで引っかかる単語だったり表現を調べて、文脈の中で暗記すればその最低限 その英語で自己流の思考をとっさに確信を持って表現できるようになるので、よくやっていましたね。洗練された表現じゃなくてもいいので、自分の考えをとりあえずクリアにまず早くまあ言えるようにその練習するのが大事かなって思っていますね。具体的にまあどう練習するかというと、例えばまあ家とか何か考えながらまあ行動しているわけじゃないですか。仕事したりとか、今自分は何をしているのかとか、何をしようとしているのかとか、そういうのを思ったことを全部とっさに英語で話してみて、でそれでなんか、あ、なんかこれ、まあ、なんか言いたいかこれ分かんないとかあれば、それまた調べて、あ、じゃあまあそれ言ってみて、あ、じゃあこういう感じで表現すればいいんだみたいな、そういうのを延々と繰り返していると、それがもうなくなってくるんですね、ある瞬間から。なるほど。あ、じゃあもう全部なんか普通に話せるようになったじゃんってなれば、人と話すときとか普通に話すときも何も困らなくなる。そうやって練習するのがいいかなって思うんですね。あ、そういうことか。だから全ての生活で考えていることを英語で言えないかを常に頭の中でこう、はい、考えて試してみてるみたいな。そうですね、例えば I just came back home, I'm very tired, I had lots of things to do today, but I still have to work for 5 hours more, so it's really making me crazy and I still have to respond to the tons of emails and then I have to prepare also the tomorrow's presentation and what the heck is going on, so it's really, yeah, I'm very upset and I don't know what the heck do I have to do みたいな感じで、もう何でもいいのに、どんどん自分が思ったことを、もうこれ30分でもいいし、もう1時間でもいい、ずっとまあ言ってみると、英語的なその思考回路みたいなのもまあ自分の中でできるようになるって感じですね。今の字幕は僕がどうせ書くんです編集の方が困ってしまうなるほどですね。いやでもそれすごいいいですね。なんか僕の場合は結構決まった時間に独り言言うみたいな感じになっちゃってたんですけど、そのもう帰ってから、まあだからお風呂入ってる間とか、まあ、歯磨きしてる時間とかも頭の中でそれだったらすごい勉強時間が猛烈に増えるなって感じがしました。ちなみに森田さんも一人ごとやったんですか？僕やりましたよ。全然やったんですね。さすがにラクマは置いてなかったですけどでも全然普通に留学終わって帰ってきた時はやってましたね、うん、割とまあ的を言ってるんじゃないですか。そういうことですね。やっぱりみんな一人ごとやりましょうという回の動画でした、はい、クイズ。さて前回はカリさんから出題されてましたね。スキンって韓国の英語コングリッシュで言うと化粧水って意味なんですね。肌じゃないんだ。そうですね、肌って思いがちなんで肌に塗るからということで化粧水のことスキンって言ってしまいます。僕も空港で、あ、化粧水持ってくるの忘れた、日本から買わなきゃって言って、うん、インチョン空港ですけど、はい、そこのコンビニでローションくれって言っても通じなくてええって言われて、こうやってやって、あ、ジェスチャーでジェスチャーでやって、でここって言って見た時にスキンって書いてありました、スキンなのって言ったのを覚えてますね、はい、じゃあ韓国行く人は参考になったんじゃないでしょうか今回もまたカリさんから出題していただけるということなんですけども、アーリーバードナイトオールってなんて意味か分かりますか？お分かりの方は例文をコメント欄に書いてみてください。森田先生、なんと TikTok 始まりました。伊関先生踊ってるんですか？踊っているかどうか知りたい方は概要欄からチェックしてください。僕たちの SNS も絶対フォローしてください。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして僕たちに何か聞きたいことがある場合はぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.